デーム・オリビア・メアリー・デハビランドはアメリカ合衆国の女優。女優としてのキャリア初期には清純な娘役を演じることが多かったが、キャリア後期には存在感のある重厚な役柄を演じている。デハビランドはイギリス人の両親の間に日本で生まれた。妹のジョン・フォンテインも日本の生まれでデハビランドと同じく女優の道に進んでいる。デハビランドの家系は イギリス王室の祖にあたるノルマンディー公オーム二世と共にノルマンコンクエストに加わったノルマン人の土、アビルに遡る。1919年に一家は日本を離れて古国イギリスへと向かったが旅の途中で姉妹が病にかかったため滞在中のカリフォルニアに母子だけがそのまま移住した。デハビランドが出演した映画の中で最も有名な作品として 風と共にサリヌが挙げられる。映画作品では、エロールフリンの相手役を演じることが多く、ロビンフットの冒険、無法者の軍、カンサス期兵隊、壮烈第七期兵隊など、8作品で共演している。デハビランドは、遥かなる我が子と、女相続人でアカデミー主演女優賞を2度受賞している。妹のジョーン・フォンテインも、断崖でアカデミー主演女優賞を受賞しており、 2013年現在、時点でアカデミー主演賞を獲得した唯一の兄弟姉妹となっている。アカデミー賞の他に、デハビランドは、蛇の穴で、ナショナルボード・オブ・レビュー主演女優賞、ニューヨーク映画批評家協会賞主演女優賞、ナストロ・ダルジェント賞最優秀外国女優賞、ベネツィア国際映画祭女優賞を受賞している。また、ゴールデングローブ賞では、女相続人で、 主演女優賞をアナスタシア、ヒカリ、ユラメーテで女演女優賞をそれぞれ受賞している。1960年にはそれまでの映画界への貢献が称えられてハリウッド・ウォーク・オブ・フェームにプレートが設置された。2008年には当時のアメリカ合衆国大統領ジョージ・ W ・ブッシュから芸術分野の検証としてはアメリカ最高位の国家芸術メダルが贈られている。 2017年6月、大英帝国勲章を受賞した。2020年7月25日、パリの自宅で亡くなった。風と共にサリヌの主要な出演者のうち、上映当時成人していた最後の存命者であった。オリビア・デ・ハビランドは、第一次世界大戦中の1916年7月1日に、日本の東京でイギリス人の両親の間に生まれた。 父親のウォルター・オーガスタス・デ・ハビランドは、ケンブリッジ大学出身で、東京帝国大学の英語教授として、日本に招かれていたとされているが遺説がある。いずれにしても後にウォルターは、日本での経験を活かして、特許弁護士となっている。母親のリリアン・オーガスタは、ロンドンの王立演劇学校出身で、夫ウォルターと来日する前には、舞台女優をしていた。リリアンは、 娘たちが1940年代に女優として成功を収めた後にリリアン・フォンテインという芸名で再び舞台女優に復帰している。オリビアの父方の重刑ジェフリー・デハビランドはイギリス空軍の爆撃機デハビランド・モスキートの設計を担当したことで有名で後に航空機メーカーであるデハビランド・エアクラフトの創始者となった人物である。また、オリビアの父方の祖母は チャンネル諸島のガーアンジー出身だった。舞台劇、不思議の国のアリスに出演した時のオリビア・デ・ハビランド。1933年。オリビアの両親は1914年に結婚したが、ウォルターが浮気がちな男性だったために、二人の結婚生活は必ずしも幸福とは言えなかった。オリビアの妹で、後に女優ジョーン・フォンテインとなる。 ジョーン・デ・ハビランドが生まれたのは1917年10月22日だった。1919年2月に、母・リリアンは病弱だった娘たちには、東京の気候が合っていないのではないかと考え、ウォルターを説得して一家はイギリスへと戻ることを決めた。イギリスへ戻る途中に、オリビアが帰還支援となり、高熱で倒れたために、一家はカリフォルニアにしばらく滞在している。 その後ジョーンも肺炎に罹患したために、リリアンは二人の娘とカリフォルニアに残る決断をし、サンフランシスコから50マイルほど離れたサラトガに移り住んだ。しかしながら、父ウォルターは家族を見捨てて、後に結婚することとなる日本人家政府と共に日本へ戻っていった。オリビアの両親は、その後別居生活となったが、二人が正式に、 離婚したのは1925年2月になってからだった。母リリアンは女優を辞めてかなりの年月が経っていたために専門的な知識も忘れかけていたが、娘たちにシェイクスピアを読み聞かせて芸術に対する知識を教え込み、他に音楽や弁論術なども娘たちに学ばせた。1925年4月にウォルターとの間に正式に離婚が成立すると、リリアンは 百貨店の経営者ジョージ・エム・フォンテインと再婚した。ジョージは厳格な人物で、義娘となったオリビアとジョーンを厳しくしつけようとした。ためにオリビアとジョーンはジョージに敵意を抱くようになった。また年後だったオリビアとジョーンも仲が悪くなり、この二人の不仲は生涯続いている。デハビランドは、ベルモントのノートルダム高校とロスガトス高校で学んだ。 高校生時代のデハビランドは、口が達者なフィールドホッケーが得意な少女で、高校では演劇部に所属していた。1933年に、デハビランドは、ルイス・キャロルの小説を原作とした、地域素人劇団の公演、不思議の国のアリスの主役アリスで、初舞台を踏んだ。後に、デハビランドはこの舞台のことを次のように振り返っている。 自分と演じている役どころが一心同体に感じられるという何とも不思議な体験をした最初の日でした。その時の私はアリスそのものであり、舞台を動く私は魅力にあふれたアリスの不思議の国を本当に歩いていました。この体験以来、私は演技を楽しむだけでなく愛することができるようになったのです。百三十四年に高校を卒業したデハビランドは、 サラトガコミュニティ劇場で上演される、シェイクスピア原作の儀曲、真夏の夜の夢の妖精パック役の出演依頼を受けた。この年の夏、オーストリア人演出家、マックス・ラインハルトが、ハリウッド・ボールで、真夏の夜の夢を上演するために、カリフォルニアを訪れていた。ラインハルトの助手が偶然に、デハビランドの演技を見て、興味を抱き、そのことを聞いたラインハルトが自身が監督する。 真夏の夜の夢の主役ハーミアの代役にデハビランドを指名した。そしてラインハルトの真夏の夜の夢が開幕する一週間前にハーミア役の女優が映画の撮影のためにカリフォルニアを離れてしまったために代役のデハビランドがハーミアを演じることとなった。初日の公演でデハビランドの演技は好評を博し、その後の4週間にわたる巡業公演でデハビランドは ハーミアを演じ続けた。この巡業中にラインハルトは映画会社ワーナーブラザースからラインハルトの舞台版真夏の夜の夢の映画化がケツマタという知らせを受けラインハルト自身が映画監督を担当することとなった。そしてラインハルトはデハビランドに舞台版と同様にこの映画でもハーミア役での出演依頼を申し出た。 当時のデハビランドは英語教師になるつもりで、秋には奨学金を得て、ミルズ大学に入学することが決まっていたが、ラインハルトがデハビランドを解き伏せて映画出演を承諾させている。そして18歳のデハビランドは、ワーナーブラザースとの8年間の出演契約書にサインした。スタジオで撮影された潜在写真。1938年。 デハビランドは1935年10月に公開されたマックス・ラインハルトの監督作品真夏の夜の夢で映画デビューした。その後もコメディアンのジョー・イー・ブラウン主演のブラウンの回答主、ジェームズ・キャグニー主演の頑張れ、キャグニーと立て続けに3本のコメディ映画に出演している。これら3本のコメディ映画に対する評価は賛否両論であり、 デハビランドに対する観客からの反応は良くなかった。ワーナーブラザースは、デハビランドを売り出す路線を変更することを決め、当時無名だった、オーストラリアの俳優エロール・フリンの相手役として、海賊、ブラッドに出演させるという賭けに出た。デハビランドが起用されたのは、ワーナーブラザースのプロデューサーであるハルビー・ウォーリスが、デハビランドとのことを、 お気に入りで売り出したかったためだという要因もあった。海賊、ブラッドは大ヒットし、批評家たちも主演した二人の役者を高く評価した。このため、デファビランドとフリンの共演作品が次々と制作されることとなり、進め竜気兵、ロビンフッドの冒険、無法者の軍、カンサス兵隊、壮烈第7気兵隊など、合計8本の映画が制作されている。 風と共にサリヌの潜在写真。デハビランドはメラニー・ファミルトン役を演じた。1930年後半にデハビランドはコール・イト、エーデー、結婚スクラム、ハード・オ・ツー・ゲットなど様々な内容の現代風、ライトコメディ作品に出演している。現代風コメディ以外の作品としては、フ風雲・ウンジ・アドバース、ザ・グレート、ギャリックなどに出演しており、これらの作品では、 デハビランドの洗練された容姿と美しいセリフ回しが効果的に描写されている。コメディ映画でのデハビランドの演技は批評家からも観客からもおおむね好評であり、デハビランドが演じたいと望んでいたシリアスで重厚な役どころへと踏み出すきっかけとはならなかった。そのような中で、風と共にサリーヌのメラニー・ハミルトンは、まさしくデハビランドが求めていたシリアスな役だった。 マーガレット・ミッチェルが書いた大河小説、風と共にサリヌを原作とする。この映画は、大物プロデューサーのデビッド・オーセルズ・ニックが制作した、大作である。原作小説を読んだデハビランドは、このメラニー・ハミルトンが、自分にとって、大きな転機となる役だと直感した。風と共にサリヌの監督に起用された、ジョージ・キューカーがデ、デハビランドの妹ジョン・フォンテインに、 このメラニー・ハミルトン役のオーディションを受けるよう進めたという複数の資料が存在する。しかしながらメラニー役よりも主役のスカーレット・オハラに興味を持っていたフォンテインはキューカーの誘いを断ったとされており自分の代わりに姉でハビランドをキューカーに推薦したと言われている。最終的にはワーナーブラザースの社長ジャック・ワーナーの妻アンが デハビランドのメラニー役起用を後押ししている。そして、風と共にサリヌでメラニーを演じたデハビランドは、アカデミー助演女優賞にノミネートされた。しかしながらこの年のアカデミー助演女優賞を受賞したのは、同じく、風と共にサリヌで、スカーレットの黒人の召使いマミー役を演じた、女優のハティマクダニエルだった。1941年11月28日に、 デハビランドはアメリカに帰化した。観察キ兵隊の潜在邪神。風と共にサリヌのメラニー役で批評形から絶賛されたデハビランドは、それまでにも増して、シリアスで難しい役どころを演じてみたいと考えていた。しかしながら、ワーナーブラザースは、デハビランドの期待には応えなかった。女王、エリザベスで、主役のベティ・デイビスとエロールフリンに次ぐ3番目の役を、 演じたデハビランドは犯罪ドラマ映画、犯人は誰だへの出演を命じられて、ワーナーブラザース外部の映画プロデューサーのサミュエル・ゴールドウィンに預けられている。また、自作のライトコメディミュージカル映画、マイラブ・ケーム・バックの主役も決まっていた。1940年代前半のデハビランドは、演じがいがなく船舶だと、 自身が思う役ばかりに起用されることに対して大きな不満を持つようになっていった。風と共にサリヌのメラニー・ハミルトに役でシリアスな役どころも演じる能力があることを証明したと考えていたデハビランドにとって以前と変わらない順情な娘役や可憐な乙女役は苦痛でしかなかったのである。デハビランドはこれまで同様の内容と配役で書かれた脚本を突き返すようになり、 自身が望む、やりがいのある役を積極的に探していった。さらにデハビランドは、観察期兵隊や、壮烈な七き兵隊など評判が良かった、エロールフリンとの長きにわたる共演も終わらせた。共演した最後の作品である、壮烈な七き兵隊は、最も長く二人が語り合う場面が描写された、作品となっている。1940年代前半に、 デハビランドが出演した映画でヒットした作品として、イチゴブロンド、ホールド、バックザドーン、カナリア姫などが挙げられる。カナリア姫で演じた、マリア王女は、ワーナーブラザースで演じた役のうち、デハビランドにとって、最も満足のいく役どころだった。デハビランドは、第14回アカデミー賞で、ホールド、バックザドーンのエイミー・ブラウン役で、主演女優賞にノミネートされた。 カンサス兵隊で共演したデハビランドとエロールフリン。デハビランドはワーナーブラザース作品の男性、強訳の女、陽気な女秘書、真心に出演した。真心の公開年は1946年だが、撮影自体は1943年に終了しており、公開年としてはこの真心がデハビランドの7年間にわたる、 ワーナーブラザースとの契約における最後の出演作品となった。ワーナーブラザースはデハビランドに6ヶ月の契約延長を告げたが、デハビランドはこの申し入れを受け入れなかった。当時の法律では、契約中の俳優が制作会社から提示された配役を拒否した場合には、その作品の撮影期間を契約期間に加算延長することを認めており、 ほとんどの俳優はこの慣例の下での契約を受け入れていた。しかしながら、この契約形態に疑問を持つ俳優も少数ながら存在し、1930年代にベティ・デイビスがワーナー・ブラザースに訴訟を起こしたことがあったが、最終的には敗訴している。デハビランドは、顧問弁護士の助言と全米映画俳優組合の後押しを受けて、1943年8月に、 ワーナーブラザースを相手取って、出演拒否に対する契約期間延長処置への訴訟を起こした。この訴訟を審理したカリフォルニア州最高裁判所は、ワーナーブラザースの意義を却下し、デハビランドの勝訴とする判決を下した。それまでの制作会社の絶大な権限を弱め、俳優たちにはるかに自由な創作活動の場を与えるという、この判決は、 ハリウッド映画界に非常に重要で大きな影響を与えることとなった。デハビランドが勝ち得た、この判例は今でもデハビランド法として知られている。制作会社を相手取って勝訴したデハビランドは俳優仲間たちから敬意と賞賛の的となった。デハビランドと不仲だった妹のジョーン・フォンケインも、ハリウッドはオリビアに途方もなく大きな借りがありますとコメントしている。 敗訴したワーナーブラザースはデハビランドに関する書簡を他の制作会社に送りつけた。そしてデハビランドはブラックリスト女優とみなされてその後2年間にわたって映画作品に出演することができなかった。追憶の女におけるデハビランド。ブロンテ姉妹の生涯を大幅に脚色した映画で1943年に撮影が終了していたもののワーナーブラザースとの 訴訟期間中は、お蔵入りとなっていた、真心の公開後、デハビランドは、パラマウント映画と3本の映画に出演する契約を、交わした。そしてこれらの映画で演じた、様々な役柄への演技が、その後のデハビランドの女優としてのキャリアを決定づける、先駆けとなった。ジェームズ・エイジーは、暗い鏡について、デハビランドが常に、最も可憐な映画女優の一人だったとしつつ、 近年の映画では、優れた演技力を持つ女優であることも証明してみせたとしている。そして、その優れた才能を表に出していない場面でさえも、デハビランドの演技力が、視力深く、内に秘めた、細やかな演技を保ち続けていると指摘した。さらにエイジーは、デハビランドの演技が、豊かな才能だけでなく、心身ともに健全で好ましい内面によるところが、大きい。 見ているだけで嬉しくなってしまうと結んでいる。デハビランドは、遥かなる我が子のジョゼフィン・ノリス役で、アカデミー主演女優賞を受賞し、さらに、女相続人のキャサリン・スローパー役で、アカデミー主演女優賞、ニューヨーク映画批評家協会主演女優賞、ゴールデングローブ賞主演女優賞を受賞した。ヘビの穴のバージニア・スチュアート・カニンガム役も高く、評価され、アカデミー主演女優賞に、 ノミネートされている。この蛇の穴は精神疾患を正面から描いた最初期の映画の一つで陰惨な精神病院の実態を暴き出したハリウッドの歴史に残る重要な作品と言われている。デハビランドがそれまでの美女役とは全くかけ離れた役を演じた意欲と議論が巻き起こるであろう作品に真っ向から取り組んだ姿勢は高く評価された。 デファビランドはこの、蛇の穴で、ニューヨーク映画批評家協会主演女優賞、ナストロ・ダルジェント最優秀外国人女優賞、ナショナル・ボード・オブ・レビュー主演女優賞を受賞している。デファビランドの潜在写真、1952年。この時期のデファビランドは、格好たる自由主義者で、民主党のフランクリン・ルーズベルトとハリー・エストルーマンの支持者だった。 自由主義への共産主義の浸透を憂慮していたデハビランドは1946年にある騒動を巻き起こしマスコミにも大きく報道された。スターリン主義による残虐行為に関する報告会の場でハリウッド美術科学専門職の独立市民委員会が事前に用意した演説原稿から親共産主義と思われる箇所を飛ばして読み上げたのである。 この独立市民委員会は後に共産主義者の偽装組織だと認定されている。デハビランドは独立市民委員会の自由主義会員たちが一握りの上層部の共産主義会員に操られているのではないかと危惧するようになった。そして1946年の中間選挙で民主党が対象すれば独立市民委員会の親、ソビエト的な言動を抑制できると考えた。 デハビランドは独立市民委員会を共産主義者から取り戻すための活動を始めたが最終的にはこの活動は失敗しデハビランドに共鳴して改革派に加わったハリウッド業界人たちの多くが離脱するという結果となったデハビランドに説得されて改革派に加わっていた俳優にロナルド・レーガンがおりその後1952年以降のレーガンの政治活動は 劇的に変化していった。デハビランドが自由主義の改革活動をあまりに主張したために赤狩りの舞台となった海イ非米活動委員会に1958年に召喚されたこともあったが女優としてのキャリアに傷がつくことはなかった。リブルの潜在邪神。1950年代以降、デハビランドの映画出演は散発的になっていった。 1951年に公開予定だった映画、欲望という名の電車の主役ブランチ・ディボアを提示されたが、デハビランドはこのオファーを断っている。このブランチ・ディボア役を拒否した理由について、脚本の内容が生理的に受け入れられなかったことと、口にしたくないセリフが多くあったためだと言われてきた。しかしながら、デハビランドは2006年にこの噂を否定し、 幼い子供の世話に追われていたために役を受けることができなかったと語っている。最終的に、ブランチ・デュボア役は、風と共にサリヌでデハビランドと共演したビビアン・リーが、ロンドンでの舞台版、欲望という名の電車でブランチ役で演じたのに、引き続いて映画版のブランチ役を受け、二度目のアカデミー、主演女優賞を獲得した。デハビランドが九百六十年代に出演した数。 少ない作品の中で最もよく知られているのが、不意打ちで、デハビランドはエレベーターに閉じ込められて乱入者に脅される未亡人コーネリア・ヒリアード役を演じている。他の作品として、ロバート・アルドリッチ監督作品、震えて眠れ、キャサリン・アンポーターの小説を、サム・ペキン・パー監督でテレビドラマ化した昼酒が有名である。1965年に、デハビランドは、 カンヌ国際映画祭で初の女性審査委員長に任命された。デフハビランドは1970年代後半まで映画女優を続け、その後、テレビ番組へと舞台を移して1980年代後半まで活動を続けた。1986年に出演したテレビ映画、アナスタシア、光、ユラメーテではロシア皇后マリアフヨードロブナを演じ、 ゴールデングローブ助演女優賞を受賞している。デハビランドは1953年以来、フランスのパリ市内に居住し、セーヌ川左岩地域及び60年代以降、銅岩、パリ16クロンシャンドーリ界隈に亡くなる時まで居住した。2000年以降のデハビランドが、公の場に姿を見せることは、ほとんどなかった。2003年に第75回アカデミー賞受賞式に、 プレゼンターとして現れた時には1分間にも及ぶスタンディングオベーションで迎えられた。2006年6月に映画芸術科学アカデミーとロサンゼルス州立美術館がデハビランドの90歳の誕生日を祝う式典を開催しデハビランドもこの式典に出席している。2004年にターナークラシックムービーズが思い出のメラニーというテレビ番組を制作した。この番組は 風と共にサリヌの公開65周年の開講記念番組の一つで、デハビランドのインタビューを中心として構成されていた。思い出のメラニーが公開された時に、風と共にサリヌの主要キャストで存命中だった。人物として、デハビランドの他に、インディア・ウィルクス役のアリシア・レット、メーベル・メリー・ウェザー役のメアリー・アンダーソン、ボー・ウィルクス役のミッキー・カーンがいる。存命の俳優として、 最年長のデハビランドはインタビューでメラニー役のことや撮影中のことなどを今でもはっきり覚えていると語っている。40分にわたるこの番組は4枚組の DVD の一部として発売された。2008年にアメリカ合衆国大統領ジョージ・ W ブッシュから国家芸術メダルを授与されたデハビランド。2008年11月17日に92歳だった。 デハビランドは芸術分野の検証としてはアメリカ最高位の国家芸術メダルを受賞した。メダルをデハビランドに授与した大統領のジョージ・ W ・ブッシュはシェイクスピアのハーミアからマーガレット・ミッチェルのメラニーまで幅広い役柄を演じ分けるその説得力にあふれた人を引きつけて話さない演技力に対して彼女が持つ独立心、誠実さ、優雅さが豊かな想像力を解き放ち 素晴らしい映画女優として大成功させたのですと演説した。2009年にデハビランドはドキュメント番組アイリメンバーベ r w ウェン、アイペイントのナレーターを担当した。この番組は芸術分野におけるアルツハイマー型認知症の重要性を描いた作品だった。2011年にはパリで開催された特別上映会にも出席している。2010年9月9日に デハビランドは、フランスの最高勲章である、レジオンドヌール勲章シュバリエ賞を授与された。勲章を授与したフランス大統領、ニコラサルコジは、フランスを選んでくださったことを誇りに思いますと、語った。2011年2月1日に、デハビランドは、フランスの映画賞、セザール賞授与式に姿を見せた。式典の代表を務めた女優のジョディ・ホスターが、紹介すると、 会場は、スタンディングオベーションで、デハビランドを迎えた。2014年1月3日、インディアウィルクス役のアリシア・レッドが亡くなる。レッドの死により、デハビランドは存命している。風と共に去りぬの出演者中、最年長となる。2016年2月に、デハビランドは、風刺雑誌、オールディによって、今年のオールディに選定された。フランスの自宅から、 ロンドンの受賞式まで賞を受け取りに出向くことはできなかったが、録音されたメッセージの中で大変嬉しく思いますと話した。2020年7月26日、死去。ロビンフットの冒険の宣伝フィルム。デハビランドとエロール・フリン8本の作品で共演したデハビランドとエロール・フリンはハリウッドクシシのカップルと言われていたが、私生活で恋愛関係になったことはなかった。 デファビランドは不倫について私が恋心を抱いていたなどとは彼も思っていなかったでしょう。互いにそのような感情はありませんでした。私は何かで映画、ススめりゅ兵の撮影中だった1935年に彼が私にラブレーダーを書いたことがあるという記述を読んだことがあります。これには驚きました。何本もの作品で、 恋人役を演じてきましたが、彼が私に心を動かされたことは一度もなく、こんな手紙をもらったことはなかったからです。と語っている。しかしながら、デハビランドは、他のインタビューで、二人は互いに好意を抱いており、フリンが求婚したことがあったが、デハビランドは、当時のフリンが、女優リリダミタと結婚していたために、この求婚を断ったとも語っている。 1939年12月から1942年3月まで、デハビランドは俳優ジェームズ・スチュアートと交際していた。デハビランドの代理人、アイリーン・メイヤー・セルズニックが、1939年12月19日に、ニューヨークのアスター劇場で開催される、風と共に去りぬのプレミア試写会で、スチュアートに、デハビランドのエスコート役を頼んだことがある。 この依頼を引き受けたスチュアートは数日間にわたって複数の劇場でデハビランドのエスコート役を務め有名なレストランの21クラブにもデハビランドと同行したスチュアートがアメリカ空軍に志願するために飛行訓練を受けていたロサンゼルスでも二人の大勢は続いたデハビランドは1940年にスチュアートが求婚したが まだスチュアートには結婚の心積もりができていないと感じて断ったことがあるとしている。二人の関係は1941年3月にスチュアートが空軍に入隊したことにより中断した。それでも1942年まで3月まで断続的にではあるが二人の関係は続いていたが、デハビランドが映画監督ジョン・ヒューストンに惹かれていったためにスチュアートとの関係は終わりを告げている。 息子のベンジャミンと一緒のデハビランド、1952年。デハビランドは、作家で、脚本家でもあった、大役海軍軍人、マーカス・グトリッチと1946年1月24日に、結婚した。二人の間には1949年12月1日に、一人息子ベンジャミン・グトリッチが生まれたが、1952年に、離婚している。息子ベンジャミンは、 癌のために、父マーカスが死去する3週間前の1991年10月1日に41歳で死去した。デハビランドが、ジャーナリストで、フランスの雑誌、パリマッチの編集者、ピエール・ギャラントと再婚したのは1955年4月2日である。二人の間には1956年7月18日に、一人娘、ジゼル・ギャラントが生まれた。 この結婚を機に、パリへの移住と人生の再設計を決意したと、デハビランドの回想録、エブリー・フレンチマン・ハズ・ワンには記されている。1962年から二人は別居していたが、正式に離婚したのは1979年のことだった。恋愛合戦、女王、エリザベス、強くの女、震えた眠れで共演した女優ベティ・デイビスは、その生涯にわたって、 デハビランドの親友だった。他にも、グロリアス・スチュアートは2010年に100歳で死去するまで、デハビランドの親友だった女優である。2008年4月には、ロサンゼルスで行われた俳優チャールトン・ヘストンの葬儀に参列していた。またこの年には、アカデミー賞の取材団体である、映画芸術科学アカデミーが企画した、ベティ・デービス生誕100周年記念式典に、 サプライズゲストとして招かれているデファビランドの妹ジョーン・フォンテインデファビランドと同時にアカデミー主演女優賞にノミネートされフォンテインが主演女優賞を受賞した弾劾の宣伝フィルムオリビア・デファビランドと妹のジョーン・フォンテインはアカデミー主演賞を受賞した史上唯一の兄弟姉妹である最初に女優の道を選んだのは デハビランドで妹のフォンテインも姉に続いて女優になろうとした。言い伝えによると、二人の母親リリアンはデハビランドの方を可愛がっており、フォンテインが女優になってもデハビランドという名前を使うことを許さなかったと言われている。このため、フォンテインは別の芸名をつけざるを得なくなり、最初にジョーン・バーフィールド、後にジョーン・フォンテインという名前で芸能活動を続けることとなった。 電気作家のチャールズ・ハイアムは、この姉妹が幼い頃から、いつも喧嘩をしていたと指摘しており、フォンテインは、デハビランドのお下がりの服を与えられていたが、デハビランドが、フォンテインに渡す服をわざと破ったために、フォンテインはその服を縫い直して着なければ、ならなかったというエピソードを紹介している。この姉妹は、お互いに対して大きな憤りを感じていると、言われており、フォンテインが、 デハビランドを嫌うようになったのは母親がデハビランドばかりを可愛がったことが原因だとされている。1942年にデハビランドとフォンテインは同時にアカデミー主演女優賞にノミネートされた。対象となったのはデハビランドがホールドバック・ザ・ドーンのエミー・ブラウン役、フォンテインがアルフレッド・ヒッチコック監督作品断崖のリナ・マクレードロを役で、 主演女優賞を獲得したのは妹のフォンテインだった。チャールズ・ハイアムはこの時のフォンテインが女優という仕事に心身を捧げていない自分が賞を獲得したことに対して後ろめたく感じていたとしている。また、ハイアムはこの時のアカデミー受賞式で主演女優賞を受け取るために歩き出したフォンテインがデハビランドからの祝福をあからさまに拒絶したために デハビランドは気分を害して当惑して見えたと記述している。ハイアムはフォンテインが自分の娘とも疎遠になったとしており、おそらく娘がおばであるデハビランドと隠れて連絡を取り合っていたためではないかと指摘している。デハビランドもフォンテインも自分たちの関係を公言したことはほとんどない。ただしフォンテインは1979年のインタビューで 自分たち姉妹が口をきかなくなったのは、癌に苦しんでいた母親に、下下手術を受けさせようとしたデハビランドと、当時88歳の母親には手術は無理だと、考えていた自分との間で意見が対立したことが、原因だと語ったことがある。そして、フォンテインは、母リリアンが死去した時に、デハビランドが、当時舞台巡業公園で各地を回っていた自分を、探そうとしなかったと主張している。 デハビランドは母の死を知らせる電報をフォンテインに送ったが、この電報をフォンテインが目にしたのは2週間後で、フォンテインが母の死を知ったのは次の公園地に移動してからのことだった。姉妹の確執は2013年12月のフォンテインの死で終焉を迎えた。フォンテインは生前に私の方がオリビアよりも先に結婚し、先にアカデミー賞を受賞しました。 もし私の方が先に死去することがあれば、すべてにおいて私に出し抜かれたと知って彼女は、まいなく激怒することでしょうと語っていた。デハビランドは妹の死のニュースに衝撃を受け、悲しみに襲われていますとの声明を発表した。デハビランドは1960年に回顧録、エブリー・フレンチマン・ハズ・ワンを出版した。また、ジョン・リッチ・フィールドによると、デハビランドが、 自助伝を執筆中で、2009年9月には初行を完成させたいとしている。2015年1月のインタビューで、デハビランドは自助伝の執筆に取り組んでいると述べた。2017年6月30日の自身の誕生日、前日にドラマシリーズ、フュード、角室、ベティ VS、ジョーンのテレビ局 FX 及びプロデューサーのライアン・マーフィーに対して訴訟を起こした。 ドラマはタイトルの通りデハビランドの旧友ベティデイビスと何がジェーンに起こったかの共演者ジョーン・クロフォードの確執を描いたものでキャサリン・ゼタ・ジョーンズがデハビランドとして登場しているこのドラマにて前日にある通り妹ジョーン・フォンテインとの本人の関係にも触れられそのシーンでデハビランドがフォンテインをビッチと侮辱したように描かれているこのシーンが デハビランドのイメージを大いに傷つけるとして訴訟を起こした。しかし、FX やマーフィー側は、過去にデハビランドが出演した映画やドラマにおける下品な表現が、デムやサン・オブ、エービッチ、また彼女の著書の中からアイドント・プレイビッチズという引用を示し対抗している。2018年3月、カリフォルニア州裁判所は、 制作者側は表現の自由を定めた米憲法で守られるとして訴えを退けた。デハビランドは上訴したが2019年1月7日に連邦最高裁判所は帰却した。ハリウッドウォークオブフェームのハリウッド通り6762にあるデハビランドのスタープレート、グローマンズチャイニーズシアターのデハビランドの手形と足形、ありがとうございます。